はい、皆さんこんにちは。歴戦2コースの川原です。では2024担当スーパー速習講座鑑定論 A 回目の講義を行っていきます。鑑定試験は担当と論文に分かれてくるんですが、担当について短期間で合格を目指す、そういった講座が、この担当スーパー速習講座ということになっていきます。なのでまずは担当試験試験の概要から確認していきます。期日はですね、例年5月の中旬の第2もしくは第3日曜日となっています。科目としましては2科目、行政法規とこれから学んでいく鑑定論、いずれも2時間ずつでですね、問題解いていきまして、で形式としましては5択のマークシート紙をですね、それぞれ40問ずつ解いていきます。1問 2.5 点と配点されてまして、かける40問でそれぞれ100点満点の2科目合計200点満点で試験が課せられます。で合格ラインはと言いますと、願書ですと総合点でおおむね7割、まあ、200点満点ですと140点程度が合格ラインということになってきます。ただ最近の本試験は行政法規の方がちょっと難しい傾向がありますので、鑑定理論としましては40問中32問ですね、80点クリアを目標にするようにしてください。では実際の本試験問題ですね、確認していきます。はい、これ実際の本試験問題ですね、 A4 版の本試験問題になっています。でまずは筆記用具なんですけど、マークシートにマークする際には HB または B の黒の鉛筆が筆記用具として指示されています。シャーペンは使えません。シャーペンはマークシートの読み取り機が読み取らないことがあるので、筆記用具は鉛筆になってきますので、その鉛筆を準備していただきまして、レックの普段の答案練習会、答練から鉛筆でマークをするようにしてください。ではいくつか形式確認していきます。はい、じゃあまずは問題10の形式確認していきます。問題10は、カッコ1からカッコ5という形で5つの記述が与えられていて、で、問題文、正しいものはどれか、正しいものもしくは誤っているものを1つ選ぶ、こういった形式のことを単純整合問題と言います。続いて、問題11見ていきます。問題11は、いからほという形で5つの記述がありまして、で、その記述の組み合わせですね、いろはとかいろにですね、5つの組み合わせが示されていて、で、問題文最後、正しいものをすべて掲げた組み合わせはどれか、正しいものもしくは誤っているものの組み合わせを選ぶ、こういった形式のことを組み合わせ問題と言います。続いて問題12ですね、一定の記述がありまして、記述の中でイロハという形で空欄、穴が、ね、開いていまして、で穴に入るべき記述の組み合わせがですね、5つ選択肢が与えられていて、で正しいものを選ぶ、こういった形式のことをですね、穴埋め問題と言ったりします。で、カテルの40問中最後の2問ほどで出される形式がありまして、じゃあ問題40見ていきましょう。一定のね、数値が与えられていて、まあ、これ計算に使用する数値が与えられていて、で、計算結果が5つ選択肢として与えられていて、で、問題文2行目ですね、計算結果として正しいものはどれか、こういった形式の計算問題と言います。で、計算問題は微分とか積分とかですね、そういった高度な数学が不要です。単純に足し算、引き算、掛け算、割り算で計算できるんですけど、ポイントは電卓を使用できないということです。限られた時間の中で手計算で計算していかなきゃならないですね。どうしてもやっぱりキャリスミス発生しがちです。形式としては一番難しい形式がこの計算問題ということになってきます。では近年の本試験ですと、この4つの形式ですね、どういった割合で出題されていたかというと、これ令和5年度ですと単純整合問題が10問、組み合わせ問題が26問、穴埋め問題が2問で、計算問題が2問となっています。特にこの組み合わせ問題が26問、半数以上を占めてますよね。組み合わせ問題というのは、確実な知識がね、一つあればそれをヒントに消去法的に正解を導き出すことができる、4つの形式の中でも点数が取りやすい形式がこの組み合わせ問題です。なので戦略としましては、過去問を中心に確実な知識を増やすことがポイント重要なんだということになってきます。はい、で鑑定理論という科目の特性を続いて説明していきます。では鑑定理論、どういった内容の学習をしていくかというと、不動産鑑定士が判断の拠り所とします不動産鑑定評価基準、略して基準と、その弟分であります留意事項について、単なる丸暗記でなくて理解を伴わせて暗記をしていく、そういった学習内容となっています。で鑑定理論は担当論文いずれでも出される共通科目なんですけど、論文式試験、鑑定理論の論文式試験というのは、なんか小論文的に自分の考え方をね、記述するとかそういったものじゃなくて、問題文に合わせて暗記してきた基準留意事項を現場でダーッと吐き出すですね、そういった試験になっています。
論文式試験合格するためには基準類似項の暗記というものがですね必要となってきます。一方担当はマークシートですので暗記はそれほど意識する必要はありません。対策としましては、出題されやすい箇所ですね、キーワードを中心に問題を通じて、理解をしていくことが重要なんだということになってきます。なので戦略としましては問題を解きながら、要はアウトプットをしながら知識をインプットしていく、全体を数多く繰り返すこと、これね、回すと言ったりするんですけど、どれだけ全体を数多く回すことができるか、それが重要になってくるということになってきます。特に初期段階は細かいところは気にせずにどん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 ですね先に進めるようにしてください。大枠をつかむということです。細かいところは何回も何回もですねこう回すことによって5回し目6回し目ですね分かってきますので、とにかく初期段階は大枠をつかむということを意識していただいて、細かいところは気にせずにですね全部が全部分からないと講義先に進めないとなってしまうと、いつまでたってもね講義先に進めることができませんので、とにかくねどん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 先に進めて繰り返し繰り返しですね何回も回すことによってですね知識を積み上げていくようにしてください。はい、あと鑑定理論の全体像なんですが、鑑定理論は大きく総論と各論という形で分かれていきます。総論というのは全ての不動産共通の考え方を学んでいくのが総論ということになりまして、この総論を踏まえて個別具体的な案件ごとの求め方を学んでいくのが各論ということになっていきます。で総論が第1章から第9章、各論が第1章から第3章ですね、全部で12の章から鑑定理論は成り立っています。でこれ令和5年度の、各章の出題数なんですけど、担当本試験、これ全ての章から担当本試験問題が出されています。やらなくていい章というのはないですね、全ての章から問題出されています。ただ、問数が多いところがありまして、この丸で示されているところなんですけど、総論第7章、各論第1章、3章で、全体の半分 50% を占めてますので、なのでメリハリという意味ではこの3つの章が重要となってくるんだということになります。はい、あとは、送られている教材について説明をしていきます。まずは、2024合格基礎テキスト鑑定理論というものが届いていると思います。これ担当論文共通の、基礎テキストですね、これ講義で使用しますメインテキストということになっていきます。講義で使用するメインテキストがこの合格基礎テキストということになっていきます。でちょっと形式見ていきますね。80ページ使って形式確認していきます。はい、80ページで、使って形式確認していきます。でまず本文のところでこう実践で囲まれている部分がありますよね。これが不動産鑑定が基準を表していまして、で下点線で囲まれている部分がありますね。こちらが弟分留意事項を表しています。で横見出し見ていただきます と、担当出題年度ですね、直近10年間、出された年度が示されてまして、すぐ下論文出題年度も示されています。担当論文共通の基礎テキストとなっています。で効果期24ってありますね。効果期というのは論文向けの補助教材ですので、担当対策の方はねこちら無視するようにしてください。あとコメントなんかもね横見出し示されてますので、重要なコメントはですね適宜指摘をしていきます。こういった形式になっています。これ講義で使用するメインテキストが合格基礎テキストということになってきます。続いて、講義進度表パワーポイント画面集ですね、冊子みたいなものが届いていたと思います。これは今まで見せてきたこのパワーポイントの画面ありますよね。それを、冊子状態にしたものが、このねパワーポイント画面集ですね、これ講義では使用しません。復習の際の確認教材ということになってきます。あと表紙めくっていただきますと、講義の進度表がですね載っているですね、そういった冊子になっています。で続いて、お手元鑑定理論ですね、足別鑑定理論上下巻というものがお手元届いていると思います。足別鑑定理論上下巻が届いていると思います。これ令和4年度までの過去問を分野別に一問一答形式に編集したレックの過去問集ということになってきます。令和4年度までの過去問を分野別に一問一答形式に編集した過去問集ということになってきます。これ講義では使用しないんですけど、復習におけるメイン教材がこの足別鑑定理論ということになってきます。形式見ていきます。上巻のではね、4ページ5ページの見開きで形式確認していきます。はい、上巻4ページ5ページ見開きですね、左が問題ですね、右が解説ですね。一問一答形式、丸×形式の過去問集になっています。ね
左問題文の方を見ていただきますと、横見出しに重要度が星1つ2つ3つという形でランク付けされています。星が多ければ多いほど重要性が高いということになってきます。で、復習にあたっては星2つと3つの足を解くようにしてください。つまり星1つの足はですね、やらないでください。無視するようにしてください。これ過去問集なので網羅性の観点から星1つの足ね載せてるんですけど、これ解いてしまうと書いて理解をですね、混乱させてしまうような、そういったね足になってますので、復習の際に解くべきね過去問は星2つと3つを解くようにしてください。星1つはやらなくていいです。あの質問なんかもしないでください。と解説見ますと、最後にテキスト P 何ページという指示があります。これは合格基礎テキストの該当ページです。なので復習にあたってはしっかりと解説を読んでとともに、必ずこの合格基礎テキストの該当ページに戻って確認するようにしてください。問題を解きながら、足別過去問を解きながら合格基礎テキストをですね網羅的に潰していく、それが鑑定理論の復習方法ということになってきます。続いて年度物担当本試験問題集というものがお手元届いていると思います。これ直近4年分の本試験問題そのまま掲載しているのがこの年度物の担当本試験問題集ということになってきます。こちらは最後の仕上げとして活用するようにしてください。過去問の知識は先ほどのこの足別鑑定理論で抑えるべきものですので、こちらは例えばね直前のゴールデンウィークぐらいに本試験問題になれるという形で最後の仕上げとして活用するですね、そういったこれ過去問集ということになってきます。あと形式別担当本試験問題集ともお手元届いていると思います。これ足別にできない穴埋めだったり計算問題を形式ごとに過去問ですね、掲載しているのがこの形式別の担当本試験問題集です。でこちらの使い方はこの担当スーパー速習講座とは別に1回分の、計算対策検定講義があると思うんですね。でそちらの方で説明しますので、それまではですねちょっとほっとくようにしてください。あとはこのちっちゃい緑色の表紙のモバイル鑑定評価基準ですね、これ基準類事項を暗記する際に持ち運びしやすいようなね、そういったこれ暗記用のツール本ということになってきます。担当対策としてはですね暗記はそれほど意識する必要はないんですけど、とはいってもですねやっぱりできる限り暗記は進めてほしいので、今日からですねぜひね持ち運んでいただいて、隙間時間ですねちょっとペラペラとね見ていただいて、少しずつですね基準類事項の文言ですね慣れていくようにしてください。これ暗記をする際のツール本ということになってきます。はい、では中身入っていきましょう。ではお手元合格基礎テキスト準備してください。で目次等々を飛ばしていただきまして、では1ページ目ですね、1ページ目開いてください。はい、1ページ目開いてください。中身入っていきます。合格基礎テキストの1ページ目開いてください。はい、では総論第1章ですね、不動産の鑑定評価に関する基本的考察、基本的な考え方を学んでいきます。総論第1章というのは総論の中の総論と呼ばれる、そういった位置づけの章でして、2章以降の具体的な概念の理論的根拠が示されているのがこの総論第1章ということになってきます。じゃあ2ページ進んでください。はい、まずは第1節ですね、不動産とその価格ですね、不動産って何なの、不動産の価格って何なのということを学んでいきます。その中でまずは不動産の在り方という概念を学んでいきます。はい、では枠の中基準のところを見てください。基準、不動産は通常土地とその定着物を有、土地はその持つ有用性のゆえに全ての国民の生活と活動とに欠くことのできない基盤である。そしてこの土地を我々人間が価格の目的のためにどのように利用しているかという土地と人間との関係は不動産の在り方、すなわち不動産がどのように構成され、どのように貢献しているかということに具体的に現れるとなっています。もう一つ冒頭から、不動産は通常土地と建物等々に代表される定着物から構成されています。皆さんがイメージする不動産もこの定義通りだと思います。で、土地はその持つ有用性、有用性というのは役立つ性質ということです。土地の上に建物を建てることができる、土地を使って農作物を育てることができる、そういった役立つ性質、有用性を持つがゆえに、すべての国民の生活と活動とに欠くことのできないベースとなるものなんだ。そしてこの土地を我々がさまざまな目的のためにどのように利用しているかという
土地と人間との関係は不動産のあり方という概念に具体的に現れるんだということになってきます。不動産のあり方というのは簡単な表現で言うならば、皆さんが目にする街並みです。街並みを見れば土地と人間との関係ですね、不動産がどのように構成され、どのように貢献しているか把握することができるんだということになってきます。例えば戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街、そういった街並みを見れば、人は土地の上に建物を建てるという形で不動産を構成し、戸建て住宅は人に対して住む場所を提供するという形で、貢献しているんだということです。戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街、そういった街並みを見れば、人間は土地の上に戸建て住宅を建てるという形で不動産を構成し、で戸建て住宅は人に対して住む場所を提供するという形で貢献しているんだということです。街並み、不動産の在り方を見れば、土地と人間との関係ですね、不動産がどう構成され、どのように貢献しているか把握することができる、そういった概念が不動産の在り方、簡単な表現であれば皆さんが見る街並みということになってきます。では続きの文章、第2段落を移ってください。この不動産の在り方は自然的、社会的、経済的、行政的な要因の相互作用によって決定されるとともに、経済価値の本質を決定づけているんだということになってきます。不動産の在り方、街並みは多面的な要因が相互に作用することによって決定されるとともに、不動産の在り方、街並みは不動産の経済価値の本質、要は不動産の価格を決定づけるんだということです。つまりは同じ形規模の土地であったとしても、都心の高級住宅にあるのと地方の農村にあるのではやっぱり不動産の価値、経済価値が違ってきますよね。つまり不動産の在り方、街並みというのが不動産の経済価値の本質、不動産の価格を決定づけるんだということです。で一方ですね、下から2行目、一方この不動産の在り方はその不動産の経済価値を具体的に表している価格を選択の主要な指標として決定されているとなっています。不動産の在り方、街並みというのは価格を主要なメインの選択指標、判断基準として決定されているんだということになってきます。どういったことかというと、はい、画面見てください。多面的な要因が相互に作用することによって不動産の在り方、街並みを形成し、で不動産の在り方、街並みが不動産の経済価値、価格を決定するとともに、価格がメインの選択肢を判断基準として不動産の在り方ですね、街並みにも影響する、在り方と価格の間にはお互い影響を与える二面性の関係が認められるんだということになってきます。はい、その文章のところを見てください。例えば高級住宅街にある土地の価格は高くなり、在り方が不動産の経済価値の本質を決定づけるとともに、一方高い土地を購入した人は価格に見合った高級住宅を建築するでしょうってことです。やっぱりそれなりの金額を出した人はそれなりの使い方をするでしょうってことです。価格が選択しようとして不動産の在り方、街並みに影響を与えるな、お互い影響を与える二面性の関係が認められるんだということになってきます。まずは不動産の在り方ですね、皆さんが見る街並みです。街並みを見れば土地と人間との関係ですね、不動産がどう構成されどのように貢献するか把握することができる、そういった概念ということになってきます。はい、続いて3ページ移ってください。はい、今度不動産の価格って何だろうってことですね、確認していきます。基準、不動産の価格は一般に、括弧1、その不動産に対して我々が認める効用、括弧2、その不動産の相対的希少性、括弧3、その不動産に対する有効需要の3者の相関結合によって生じる不動産の経済価値を家計画を持って表示したものであるとなっています。はい、今後担当対策として重要なフレーズに、重要なフレーズについてはね、マーカーを指示していきます。はい、じゃあね、2行目からマーカーをしてください。効用、相対的希少性、有効需要ですね、3者マークをしてください。効用、相対的希少性、有効需要ですね、マークをしてください。不動産の価格というのは3者の相関結合ですね、お互い影響を与え合って結合することに生まれる不動産の経済価値をいくらいくら貨幣価格を持って表示したものなんだ。で3者というのは上から効用、相対的希少性、有効需要ということになっていきます。で具体的にどういったものかというと、下の説明文を見てください。まず効用というのは2行の最後、役立つことです。役立たないものに価格は、発生しないですよね。効用というのはズバリ役立つことです。続いて相対的希少性というのは
有限で手に入れるためには対価が必要なんだとの概念です。で、有効需要というのはこう単なる需要じゃなくて有効需要なので、購入資金を持った買い主が市場に存在することが有効需要です。つまり上から、役立つからこそ有限で手に入れるためには対価が必要で、それに対してお金を持った買い主がいて価格を提示してくれるからこそ不動産の価格は形成されるんだ。それが三者ということになってきます。で、また上の基準戻っていただきまして、下から3行目、そしてこの不動産の経済価値は基本的にはこれら3者を動かす自然的、社会的、経済的、行政的な要因の相互作用によって決定されるとなっています。不動産の経済価値、価格というのは3者を動かす多面的な要因が相互に作用することによって決まってくるんだ。要因サイドから言うならば、多面的な要因が3者を通じて不動産の経済価値、価格を形成するんだということになってきます。で、この要因と価格との間に一定の関係が認められまして、4ページ進んでください。はい、4ページ進んでください。基準、不動産の価格とこれらの要因との関係は、不動産の価格がこれらの要因の影響のもとにあると同時に、選択指標としてこれらの要因に影響を与えるという二面性を持つものであるとなっています。価格と要因との間にはね、お互い影響を与え合う二面性の関係が認められるんだということになってきます。はい、図のところを見てください。多面的な要因が3者を通じて不動産の経済価値、価格を形成する。要因の影響下に価格があると同時に、価格が選択しようとして要因に影響を与える、お互い影響を与える二面性の関係が要因と価格には認められるんだということになってきます。はい、文章のところを見てください。例えば不動産の取引に関する規制が緩和されると、これ行政的要因です。一般に不動産取引が増加し、不動産の価格が上昇するが、これ要因の影響下に価格があると同時に、不動産の価格があまりにも急騰してしまった場合、不動産の取引に関する規制を強化する政策が取れる。まあ、価格が要因に影響を与えるですね。お互い影響を与える二面性の関係が認められるんだということになってきます。はい、では続いて5ページ進んでください。では続いて第2節、不動産とその価格の特徴を学んでいきます。不動産ってどんな特徴があるの、不動産の価格ってどんな特徴があるの、確認していきます。まず不動産の特徴を理解する前提として、横見出しコメント欄見てください。不動産の特性を理解するには、不動産を構成する基本的要素である土地の特性を理解する必要があります。不動産の特徴、特性を理解するためには、基本的要素であります土地の特性を理解する必要がありまして、それがこの自然的、人文的特性、これ土地の特性ということになってきます。はい、で基準の4行目、カッコ1というところから見てください。カッコ1、自然的特性として地理的位置の固定性、不動性、非移動性、永続性、普遍性、不増性、個別性、非移動性、非代替性等有し、固定的であって硬直的である。カッコ2、人文的特性として用途の多様性、用途の競合、転換及び併存の可能性、併合及び分割の可能性、社会的及び経済的位置の可変性等有し、可変的であって伸縮的であるとなっています。で、任せてください。4行目、自然的特性、一行分けて、で固定的、硬直的、まあこうしていただいて、 できれば色を書いていただいて、対比的に、括弧に人文的特性と一行分けて、可変的、伸縮的というところをまあこうしてください。土地は固定的で硬直的な自然的特性と、可変的で伸縮的な人文的特性ですね、相矛盾する特性を有しているんだということになってきます。具体的には自然的特性として5つ、人文的特性として3つですね、具体例が挙げられています。それぞれ確認していきましょう。下の説明文のところを見てください。まず自然的特性というのは、タイトル脇、土地そのものが有する本来的特性が自然的特性です。で、まずは1、地理的位置の固定性と不動性、非移動性について。本文、土地の地理的位置は固定しており、そうですよね、それぞれの土地というのは北緯南度、東経南度という形で位置は、ね、固定しています。それが地理的位置の固定性です。で、続き、ここの土地を他の場所へ移動することは不可能なんだ、東京の土地を九州に持ち帰るなんてことはできませんよね。だからこう不動産というわけですね。それが不動性、非移動性との特性ということになってきます。続いて2、永続性、普遍性です。
土地は使用しても消耗し、枯渇することはなく、朽ちることもないんだということです。対比的に、建物というのは使い続けると経年劣化して最終的には、ね、壊れてしまいますね。一方、土地というのは使用しても消耗枯渇し、まあ、壊れる、朽ちることもないんだとの特性が永続性、普遍性との特性ということになってきます。続いて6ページ進んでください。丸さん、不造成です。本文、日本の国土面積は埋め立て等により多少の変化は考えられるものの、全体量として大きく増減することはないんだということです。対比的に、こういったね、一般の材、フリクションマーカーですね。人気が出てきた場合には、増産体制をね、増産体制を整えて増産することができますよね。一方、例えば、東京の高級住宅街、田園調布というですね、そういったエリアの土地のね、人気が出てきた場合、じゃあ埋め立てで田園調布の土地を作れるかというと、これ作れないですね。そういった特性がこれ不造成と言います。で、丸四、個別性非同質性非代替性です。本文、個々の土地は他の土地と区別されるべき性質を有しており、全く同一の土地のような2つと存在しないんだということです。物理的な意味において全く同質な代わりになるものはないんだとの特性がこの個別性非同質性非代替性です。で、この非代替性というフレーズですね、あの4章で関連する議論が出てきますので、この非代替性というフレーズはちょっと覚えておいてください。はい、続いて今度人文的特性です。人文的特性というのはタイトルは木、人間と土地との関係から生じる特性です。人が働きかけをすることによって生まれてくる特性がこの人文的特性です。丸1、用途の多様性です。本文、ある土地について用途が競合、商業地と住宅地と転換農地から宅地とビヘイゾン、店舗付きマンションとシールとなっています。対比的に、こういった一般の材は基本的には一物一用途ですね。フリクションマーカーならばマーカーするというですね、一つの使い方ぐらいしか考えられないんですけど、一方土地は人が働きかけをすることによってさまざまな用途として使うことができるんだ、そういった性質のことを用途の多様性と言います。それで丸に、併合分割の可能性です。この部分、土地は一旦区画されたとしても必要に応じて併合分割しているんだということになってきます。この間まで隣り合っていた狭い土地同士が一つの土地になっていたり、さらにこの間までだだっ広い土地だったんだけど、なんか行ってみると6区画に分割されて分譲されてるとか、土地というのは人が働かくすることによって併合したり分割したりすることができるんだとの性質ということになってきます。丸三、社会的経済的地の可変性、こちら横見出しコメント欄の具体例が分かりやすいと思います。3行目から、郊外に大型ショッピングセンターが開店したことに駅前商店街が衰退することが具体例です。人が働きかけすることによって郊外の大型ショッピングセンターを作ることによって、それまで地域の中心で価格水準も高かった駅前商店街が衰退してしまって、地域の中心ではなくなって価格水準もまあ下落してしまう。人が働きかけすることによって土地というのは社会的経済的地も変わり得るんだとの、ね、性格という性質ということになってきます。で、また5ページ戻っていただきまして、はい、基準最終4行見てください。基準最終4行見てください。不動産はこの土地の持つ所得性に照応する特定の自然的条件や人文的条件を予見として利用され、その社会的で経済的な有用性を発揮するものである。そしてこれらの諸条件の変化に伴って、その利用形態並びにその社会的で経済的な有用性は変化するとなっています。今までこうマーカーした通り、自然的人文的特性というのを見てきたんですけど、今読んだ文章の中で自然的人文的条件というですね、表現が出てきています。横見出し、言葉の意味、条件とは土地の特性が不動産に作用して個別具体的に表現された状態を意味しているんだということになってきます。つまりはもう一度下から4行目、不動産は土地が持つ自然的人文的特性に照を対応する特定のや具体的な自然的人文的条件を予見前提として利用されることによって、その社会的経済的な有用性、要は経済価値を発揮するんだということになってきます。不動産は土地が持つ自然的人文的特性に照を対応する特定の具体的な自然的人文的条件を予見前提として利用されることによって、社会的経済的な有用性、経済価値を発揮するんだということです。そしてこれらの諸条件の変化に伴って、前提とする諸条件が変化すれば利用形態だったり社会的経済的な有用性、経済価値も変わり得るんだとの内容ということになってきます。これ土地の特性ですね。さらに不動産の特性、特徴としましては、じゃあ6ページ下の基準見てください。はい、不動産には地域性というそういった、ね、特性があります。
6ページ下記準。不動産はまたその自然的条件または人文的条件の全または一部を共通にすることによって他の不動産ともにある地域を構成し、その地域の構成分子としてその地域との間に依存補完等の関係に、およびその地域内の他の構成分子である不動産との間に共同代替競争等の関係に立ち、これらの関係を通じてその社会的経済的な有用性を発揮するものである不動産の地域性となっています。要は不動産っていうのは一匹狼的に価格が形成されるのではなくて、7ページのところを見てください。7ページのところ、要は同じような扱われ方をしている不動産同士が集まって一定の地域を構成して、その地域との間の依存補完等の関係、さらには地域内の他の不動産との間の共同代替競争等の関係、こういった関係を通じて不動産の価格は形成されるんだ。要は不動産は地域との関わり合いの中で価格が形成されるんだとの特性が不動産の地域性との特性ということになっていきます。なので不動産の地域性ですね、端的に言うならばどういった特性かと言いますと、不動産の特性というのは、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるんだとの特性が不動産の地域性です。不動産の地域性の関係というならば、不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まるんだとの特性が不動産の地域性ということになっていきます。では価格に影響を与える地域の特性、どういったものかと言いますと、では今度は7ページの基準を移ってください。7ページ基準を移ってください。基準、このような地域にはその規模構成の内容機能等に従って各種のものが認められるが、そのいずれもが不動産の集合という意味において個別の不動産の場合と同様に特定の自然的条件と人文的条件との関係を前提とする利用の在り方の同一性を基準として理解されるものであって、他の地域と区別されるべき特性をそれぞれ有するとともに他の地域との間に相互関係に立ち、この相互関係を通じてその社会的経済的位置を占めるものである地域の特性となっています。不動産が他の不動産と構成する地域には規模の大小、構成の内容、戸建て、戸建て住宅、マンションメインなのかとね、あと店舗、事務所メインなのか、構成の内容、あと機能、ベッドタウンとしての機能だったり、首都機能ですね、等々に従って、各種のものが認められて、で、利用の在り方の同一ね、同じような使われ方をしている不動産の集合体という形で地域を捉えるならば、他の地域と区別されるべき特性というのがそれぞれ認められて、その特性の違い、相互関係を通じてそれぞれの地域の社会的経済的な位置、価格水準が決まってくるんだとの特性が地域の特性ということになっていきます。利用のあり方の同士で同じような使われ方をしている不動産同士が集まって一定の地域集合体を構成すれば、個別の不動産がそれぞれ個性があるように地域も他の地域と区別されるべき特性というのが認められて、その特性の違い、相互関係を通じてそれぞれの地域の社会的経済的な位置、価格水準が決まってくるんだ、ね、そういった内容が地域の特性ということになってきます。まずね、不動産の特徴ですね、土地の特性とも一通り確認することができました。はい、じゃあ一旦ここで切っておきます。はい、以上をもちまして第1ユニット講義の方終了いたします。はい、で第2ユニット講義の進めていきましょう。テキスト8ページ開いてください。テキスト8ページ開いてください。はい、で今度は不動産の価格の特徴を確認していきます。全部で4つ出てきます。はい、じゃあまずは1つ目、8ページ下括弧1という基準のところを見てください。価格の特徴1番目です。括弧1、不動産の経済価値一般に交換の対価である価格として表示されるとともに、その用益の対価である賃料として表示されるとなっています。不動産の経済価値は交換や売買、手に入れることの対価であります価格として表示されるとともに、用益、これ使用収益の略です。要は借りることの対価であります賃料としても表示されるんだということになっていきます。不動産の経済価値は交換、売買、手に入れることの対価である価格として表示されるとともに、その用益、使用収益、借りることの対価である賃料としても表示されるんだということになってきます。この価格と賃料には根本的な違いがありまして、9ページ上の説明文のところを見てください。はい、9ページ上説明文、価格というのは本文、不動産の価格は不動産が存続する全期間にわたって不動産を使用収益することができるこそ基礎とした価値概念なんだということになってきます。じゃあマークしてください。1行目、全期間というところをマークをしてください。全期間マークをしてください。価格というのは交換、売買、手に入れたならば一生もん自分のものとして使うことができます。つまり価格というのは不動産が存続する全期間にわたる価値概念が価格ということになってきます。
で一方賃料というのはその文書のところ不動産の賃料は上記全期間のうち一部の期間において賃貸借契約とに基づき不動産使用収益することができることを基礎とした価値概念なんだということになってきます。はい、1行目一部の期間というところをマークをしてください。一部の期間マークをしてください。皆さんアパートとかマンション借りて月額の賃料とか払ってると思うんですけど、それ1ヶ月間借りることの対価として払ってますよね。つまり賃料というのは存続する全期間のうち一部の期間に対応した価値概念が賃料なんだということになってきます。このように前提とする期間が全期間なのか一部の期間なのか、これが価格と賃料との根本的な違い、この違いがさまざまな議論において理論的根拠となってきます。この価格と賃料前提とする期間概念が異なるんだということがさまざまな議論において理論的根拠となってきますので、しっかりとこの違いですね、価格と賃料の根本的な違いは何ですか、それ聞かれた場合には前提とする期間概念が全期間と一部の期間で異なるんだってこと、これはしっかりと理解をしておいてください。この価格と賃料との間一定の関係が認められまして、じゃあもう一度8ページ基準戻ってください。8ページした基準のところ戻ってください。2行目、そしてから、そしてこの価格と賃料との間にはいわゆる元本と果実との間に認められる相関関係を認めることができるとなっています。マーカーしてください。下から2行目、元本と果実との最終行、相関関係というところをマークをしてください。元本と果実との相関関係ですね、マークをしてください。価格と賃料との間には元本と、利子のようなものですね、元本と利子、果実との間の相関関係を認めることができるんだということになってきます。つまりは、9ページこの時系列的な図のところを見てください。つまり前期間に対応した元本である価格が上昇したならば、そのうちの一部の期間に対応した果実であります賃料も上昇するでしょう。逆に一部の期間に対応した果実であります賃料が下落したならば、その大元であります前期間に対応した元本であります価格も下落するでしょう。一方が上昇すれば他方も上昇する、もしくは一方下落すれば他方も下落する、そういった関係が価格と賃料との間には認められるんだ。それが元本と果実の、これ正の相関関係ということになってきます。そういった関係が認められるので、すぐ下なのでしっかりと果実であります賃料を把握すれば、この相関関係に基づいて価格を求めることができるんじゃないか。逆にしっかりと元本である価格を把握すれば、この元本果実の相関関係から果実であります賃料を求めることができるんじゃないかという結論につながっていきます。総論第7章で価格賃料を求める手法というのを学ぶんですけど、その手法の中でこの元本果実の相関関係に着目して賃料から価格だったり価格から賃料を求める手法というのが出てきます。具体的な収益還元法、積算法、利回り法というんですけど、今名称はいいのでこれ必ず一章に戻ってきますので、戻ってきた時にあ、そういえば1回目の講義でなんか元本果実の相関関係に着目して、賃料から価格だったり価格から賃料を求める手法があるんだなってことを言ってたら思い出せるようにしておいてください。はい、続いて価格の特徴の2番ですね、10ページ進んでください。はい、10ページ、カッコ2というところを見てください。カッコ2、不動産の価格または賃料は、その不動産に関する所有権、賃借権の権利の対価、または経済的利益の対価であり、また2つ以上の権利利益が同一の不動産の上に存する場合には、それぞれの権利利益についてその価格または賃料が形成され、売るとなっています。はい、最後、売るというところをマークをしてください。最後ですね、売るというところをマークをしてください。不動産の価格賃料というのは権利利益の対価です。価格賃料というのは権利利益の対価で、同一の不動産上に2つ以上の権利利益が存する場合には、それぞれについて価格が形成されることがありますよ。形成される、逆に言うと必ず形成されるわけではないんだということを意味するのがこの売るという表現ということになってきます。不動産の価格賃料というのは権利利益の対価で、同一不動産上に2つ以上の権利利益が存する場合には、それぞれについて価格が形成されることがありますよとの特徴が価格の特徴の2番ということになってきます。では3番目ですね、下移ってください。カッコ3見てください。カッコ3、不動産の属する地域は固定的なものではなくて、常に拡大縮小集中拡散発展衰退等の変化の過程にあるものであるから、
不動産の利用形態が最適なものであるかどうか、仮に現在最適なものであっても時の経過に伴ってこれを持続できるかどうか、これら常に検討されなければならない。したがって不動産の角又賃料は通常過去と将来というのにあたる長期的な考慮のもとに形成される。今日の角又賃料は昨日の展開である明日を反映するものであって常に変化の過程にあるものであるとなっています。先ほど不動産というのは地域性、地域の特性の影響を受けて価格が決まってくるんだ。じゃあ地域というのは常に固定的なものかというとそうではなくて変化の過程にあるんだってことです。地域というのは固定的なものではなくて常に変化の過程にあります。なので変化の過程にある地域の特性の影響を受けて最終業価格も常に変化の過程にあるんだ、その特徴が価格の特徴の3番です。地域は固定的なものではなくて常に変化の過程になるので、変化する地域の特性の影響を受けて不動産の価格も常に変化の過程にあるんだ、その特徴が価格の特徴の3番。なので評価にあたってはさまざまな事柄についてこれ動態的に把握しなければならないとの結論につながっていきます。不動産の価格は常に変化の過程にあるので、評価にあたってはさまざまな事柄について動態的に把握しなければならない、そういった結論につながっていきます。なので担当の足でなんか現状のみで良いとか将来考慮する必要がないとかそういったニュアンスの足が出てきた場合にはそれ誤りの足の可能性が高いということです。担当の問題で現状のみで良いとか将来考慮する必要がないとかそういったニュアンスの足が出てきた場合にはそれね誤りの可能性が高いということになってきます。で今までの価格の特徴3つは抽象的な価格の特徴だったんですけど、最後の1つは現実の価格の特徴が示されています。はい、11ページカッコ4見てください。カッコ4、不動産の現実の取引価格等は取引等の必要に応じて個別的に形成されるのが通常である。しかもそれは個別的な事情に左右されがちなものであって、このような取引価格等から不動産の適正な価格を見出すことは一般の人には非常に困難である。したがって不動産の適正な価格については専門家としての不動産鑑定士の鑑定評価活動が必要となるものであるとなっています。現実の取引価格等々というのは個別的な事情のもと個別的に形成されるんだと、売り急いだり買い済んだりして割高割安で形成されることが多々あるんだということです。現実の取引価格はさまざまな事情のもで売り急いだり買い済んだりして割高割安で形成されることが多々あるんだ。つまり価格の特徴の4番一言で言うならば、はい、下説明文の4行目見てください。必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らないですね。そういった特徴です。はい、今読んだところマークをしてください。価格の特徴の4番というのは説明文4行目、必ずしもその不動産の適正な価格を表しているとは限らないですね。そういった特徴ということになってきます。これ現実の価格の特徴ということです。現実の取引価格等々というのはさまざまな事情のもと売り急いだり買い済んだり割高割安そういった形で形成されることが多々ある。つまり必ずしも不動産の適正な価格を表しているとは限らないものなんだということです。で価格の特徴の4番はちゃんと基準上結論まで示しています。そういった必ずしも適正な価格を表しているとは限らない現実の取引価格等々から誰しもが納得する不動産の適正な価格を一般の人が把握することができるかというとそれは難しいんだ。だからこそ誰しもが納得する適正な価格については専門家であります鑑定士の鑑定評価が必要となってくるんだ。これ鑑定評価の必要性が結論として示されています。はい、以上価格の特徴の4つですね。これいずれも重要ですのでしっかりとですねご理解をしておいてください。はい、じゃあ12ページ進んでください。はい、第3節不動産の鑑定評価行為そのものですね、鑑定評価の意義確認していきます。で12ページ基準の中でさまざまな観点からの鑑定評価の意義がこれ示されてまして、でそれを取り出したものが13ページ上、これ5つの観点からの鑑定評価の意義ですね取り出しています。最後の5番目は4章で出てくる意義なんですけど、ここで合わせて確認していきます。はい、でまずね1番目丸1横見出しにメモ書きしてきたんですけど、丸1は形式論ですね。形式という観点からの鑑定評価の意義が丸1です。丸1は形式論です。形式という観点からの鑑定評価の意義が丸1の意義ということになってきます。丸1、不動産の鑑定評価はその対象である不動産の経済価値を判定し、これを貨幣額をもって表示することであるとなっています。対象である不動産、略して対象不動産と言います。
対象動作の経済価値を判定し、いくらいくらという金額、貨幣額を持って表示することが不動産の鑑定評価なんだ。形式論としての意義が ① ということになってきます。続いて ② ② は役割という観点からの鑑定評価の意義が ② です。② は役割という観点からの鑑定評価の意義が示されています。丸に不動産の鑑定評価はこの社会における一連の価格秩序の中でその不動産の価格及び賃料がどのようなところに位するかを指摘することであるとなっています。世の中にはお米1票いくらとか車1台いくらとかそういう、ね、価格秩序がありまして、その中での不動産の価格賃料の適正な位置づけを指摘するそういった役割を持っているのが鑑定評価なんだ。役割という観点からの鑑定評価の意義が ② ということになってきます。続いて丸三はこれ市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義です。丸三は市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義です。鑑定評価というのは理想的な価格を求めるのが鑑定評価ではなくて、市場で実際にある価格を市場に成り代わって求めていくのが鑑定評価です。つまり鑑定評価というのは市場代行機能をしています。その市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義がこの ③ ということになってきます。丸3、不動産の鑑定評価とは現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる市場で形成されるだろう市場価値を表する適正な価格を不動産鑑定士が正確に把握する作業に代表されるものであるとなっています。鑑定評価というのは理想ではなく現実の社会経済状態の下で合理的な市場で形成される誰しもが納得する適正な価格を市場に成り代わって不動産鑑定士が把握する作業なんだ。市場代行機能という観点からの鑑定評価の意義です。続いてマリオンは行為主体という観点からの意義です。マリオンは行為主体という観点からの意義ということになってきます。マリオン、不動産の鑑定評価とは不動産の価格に関する専門家の判断であり意見であるとなっています。鑑定評価というのは鑑定士の判断意見を表明するものなんだということになってきます。なので同じ不動産について同じ依頼目的条件で別々の鑑定士に評価を依頼して出てきた鑑定評価が異なる金額だったとしても、その異なること自体は全く問題ないんだということです。同じ不動産について同じ依頼目的条件で複数の鑑定士に評価を依頼して出てきた鑑定評価が異なっていたとしても、異なること自体は全く問題ありません。鑑定評価というのは鑑定士の判断意見を表明するものだからということになってきます。では丸五はこれ、ね、価格形成過程という観点からの意義が丸五です。丸五は価格形成過程という観点からの意義が丸五ということになってきます。丸五、不動産の鑑定評価はその不動産の価格の形成過程を追求し分析することを本質とするものであるとなっています。丸三で鑑定評価というのは市場代行機能を有するんだという定義でした。なので鑑定評価というのはその市場での価格形成過程を追求分析することを本質とするそういった意義を持つものなんだ。丸五の意義ということになってきます。はい、では続いて14ページ進んでください。はい、第4節、不動産鑑定士の責務ですね。責任義務ですね。確認していきます。責務は3つのブロックから成り立ってまして、第1ブロックは初めの4行ですね。4行目までが第1ブロックです。で、どういった観点からの責務要請かというと、第1行目、法律名マークをしてください。土地基本法というところをマークをしてください。第1ブロックは土地基本法からの要請責務が示されています。土地基本法、これ行政法規で学ぶ法律です。これバブルの頃にできた法律で、2行目、特に投機的取引の対象とされてはならない。こういった基本理念が示されているのが土地基本法です。なので鑑定士もこういった基本理念を踏まえて評価を行わなければならないんだとの責務が第1ブロックということになってきます。続いて第2ブロックは5行目から下。括弧1の2行ほどでさらにってありますね。これさらにの前までが第2ブロックです。5行目から括弧1の2行ほどでさらにの前までが第2ブロックということになってきます。で、第2ブロックはどういった観点からの責務要請かというと、では6行目法律名マークを押してください。不動産の鑑定評価に関する法律マークを押してください。第2ブロックどういった観点からの責務かというと、6行目法律名不動産の鑑定評価に関する法律マークを押してください。こちらも行政法規で学ぶ法律です。で、この不動産の鑑定評価に関する法律で、専門家としての地位を鑑定士は認められているので、地位に見合った責務を負うでしょってことです。
例えば第2段落最後、誠実な鑑定評価活動の実践をもって社会一般の信頼と期待に報いなければならないですね。こういった責務を負っています。で、第2ブロックで試験対策上重要なのが守秘義務です。鑑定士も守秘義務が課せられています。それがさらにの2行上、正当なというところから見てください。正当な理由がなくて、その職務上取り扱ったことについて知れた秘密を他に漏らしてはならない。これ鑑定士に課されている守秘義務。ではマークしてください。正当な理由がなくてというところをマークをしてください。正当な理由がなくてマークをしてください。正当な理由がなくてマークをしてください。正当な理由が必要なのだから、依頼者からの要請であったとしても正当な理由がなければ知り得たことを示してはならないですし、逆に正当な理由があるのであればいいので、いかなる場合も知り得たことを示してはならないというのは、それ誤りということになってきます。で、さらに以降が第3ブロックで、こちらはね、今学んでいる基準からの要請でして、守るべき5つの事項ですね、遵守事項が基準からの要請という形で示されています。例えば、括弧に見てください。括弧に前半、依頼者に対して鑑定評価の結果を分かりやすく誠実に説明を行えるようにする義務ですね。これ説明責任が括弧に前半で示されていますし、括弧3見てください。不動産の鑑定評価にあたっては、事故または関係人の利害の有無、その他いかなる理由に関わらず公平妥当な態度を保持することとなっています。あの、報酬を受けるのは依頼者からなんですけど、じゃあ鑑定評価というのは依頼者の利益になるような額を出すのが鑑定評価かって、そうじゃなくて、依頼者等々ですね、そういった利害いかなる理由に関わらず常に公平妥当な態度を保持して誰しもが納得する適正な価格を求めるのが鑑定評価です。確かに報酬をもらうのは依頼者からなんですけど、じゃあ依頼者の利益のための評価をするのが鑑定士かというと、そうじゃなくて、依頼者等々ですね、関係人の利害の有無、その他いかなる理由に関わらず常に公平妥当な態度を保持して誰しもが納得する適正な価格を求めていくのが鑑定評価なんだ、依頼者の利益のために評価を行うんじゃないんだということになってきます。括弧4、不動産の鑑定評価にあたっては専門職業家としての注意を払わなければならないこと、プロである以上、ね、プロとしての注意を払いなさいということです。例えば依頼者から提供を受けた資料について何らチェックすることなくて鵜呑みにして、で間違った評価で出してしまうとか、そういったことはね、行ってダメなんだということになってきます。で、試験対策上重要なのは、15ページ括弧5を移ってください。で、これ受託責任が括弧5示されています。括弧5、事故の能力の限度を超えていると思われる不動産の鑑定評価を引き受け、または縁故もしくは特別の利害関係する場合等、公平な鑑定評価を害する恐れのあるときは、原則として不動産の鑑定評価を引き受けてはならないこととなっています。はい、下から2行目、原則としてマークをしてください。原則としてマークをしてください。原則としてマークをしてください。能力オーバー、利害関係する場合、つまり公平な鑑定評価の害する恐れなときは原則評価引き受けてならない。これ逆に言うと原則としたので、一定の場合、例えば利害関係があっても評価を引き受けることができるんだということを表せるのが、この原則としてという表現ということになってきます。で、この表現は簡単に間違いなし作ることができまして、こういったパターンですね。まず例外、原則例外逆パターンの誤り足です。この中、特別な利害関係をし公平な鑑定評価を害する恐れのあるときにおいても、公平妥当な態度を保持していれば原則として不動産の鑑定を引き受けても構わない、原則引き受けてはならないでしたね。これ原則例外確認した誤りのパターンです。続いて例外なしの誤りパターンです。箱の中、不動産鑑定士は常に公平妥当な態度を保ちなければならず、特別な利害関係する場合はいかなる場合だっても不動産の鑑定評価は引き受けてはならないとなっています。あくまで原則として例外許されています。なので、いかなる場合であっても引き受けとならない、例外なしの誤りとか、このように簡単に誤りなし作ることができますので、今後もね、原則としてって文言ですね、数多く出てきます。そういったところに要注意ですね。しっかりと意識して押さえていくようにしてください。はい、以上総論第1章です。で、総論第1章というのはこう理論的根拠なので、こう抽象論なんですね。いきなり難しい章なんです。で、必ず2章以降の具体的な概念を学んだときに理論的根拠として1章に戻ってきますので、戻ってきたときに思い出せるようにしておけば1章の復習としては十分ということになってきます。はい、で続いて次の章17ページ進んでください。
はい、17ページ、総論第2章、不動産の種別及び類型、これ分類概念です。分類概念、種別、類型学んでいきます。はい、18ページ進んでください。はい、で基準の最終産業から見てください。基準最終産業を見てください。不動産の種別とは、不動産の用途に関して区分される不動産の分類を言い、不動産の類型とは、その有形的利益権利関係の対応に応じて区分される不動産の分類を言うとなっています。任せてください。下から3行目、種別というところと用途。で、できれば対比的に色を書いていただきまして、下から2行目、類型。で、有形的利益権利関係の対応ですね。対比的にマークをしてください。種別用途、類型、有形的利用、権利関係の対応ですね。マークをしてください。まず種別というのは用途、要は使われ方です。住宅としてとか店舗として、そういった使われ方に関する分類概念が種別ということになっていきます。一方、類型というのは有形的利用、これ建物のあるなしということです。権利関係の対応、これ第三者の権利のあるなしということです。類型というのは建物のあるなし、有形的利用、第三者の権利のあるなし、権利関係の対応に応じた分類概念が類型ということになってきます。この種別類型を含んだ上位の概念がありまして、すぐ上の段落を見てください。不動産の種類とは、不動産の種別および類型の2面からなる複合的な不動産の概念を示すものであり、この不動産の種別および類型が不動産の経済価値を本質的に決定づけるものであるから、この両面の分析を待って初めて精度の高い不動産の鑑定評価が可能となるものであるとなっています。この種別の種と類型の類を取りまして、不動産の種類と言います。不動産の種類というのは種別類型の2面からなる複合的な上位の概念です。でこの不動産の種別、種別類型が不動産の経済価値を本質的に決定づけるので、両面をしっかり分析することが精度の高い鑑定評価につながってくるんだ、そういった内容ということになってきます。では種別類型それぞれごとに確認していきましょう。19ページ第1節、不動産の種別から確認していきます。では留意事項のところを見てください。不動産の種別の分類は、不動産の鑑定評価における地域分析、個別分析、鑑定評価の手法の適用等の各手順を通じて重要な事項となっており、これらを的確に分類整理することは、鑑定評価の精密さを一段と高めることとなるものになるとなっています。これ何を言ってるかというと、この18ページの基準の第2段階がありますね。種別類型というのが経済活動の本質を決定づけるので、しっかりと分析することが精度の高い鑑定評価につながってくるんだ。このことを改めて不動産の種別について念押しをする形で示しているのが、この19ページの留意事項の意味する内容です。つまり種別というのは鑑定評価において重要な事項となっているので、経済活動の本質を決定づけるので、しっかりと分類整理することが鑑定評価の精度を高めることにつながってくるんだ。基準の第2段落を改めて種別について念押しているのが、この留意事項の意味する内容ということになってきます。不動産の種別は大きく2つの種別に分かれてきまして、でそれがまず1つ、ローマ数字1すぐ下、地域の種別と、で24ページ開いてください。もう一つが上、ローマ数字に土地の種別ですね。不動産の種別は大きく地域の種別と土地の種別に分かれてきます。まずは地域の種別から、もう一度19ページ戻ってください。第1行ほどの基準、地域の種別は宅地地域、農地地域、林地地域等に分けられるとなっています。まず地域の種別は大きな分類、大分類として、宅地地域、農地地域、林地地域等々に分かれてきます。でトップバッターは宅地地域から確認していきましょう。20ページ進んでください、はい、まずは大分類のうち宅地地域から確認していきます。基準、宅地地域とは居住、商業活動、工業生産活動等のように許される建物、構築物等の敷地のように許されることが、自然的、社会的、経済的、行政的観点から見て合理的と判断される地域を言い、住宅地域、商業地域、工業地域等に細分されるとなっています。宅地地域の宅というのはこれ建物という意味です。つまり宅地地域というのは建物等々の敷地のように供されることが合理的と判断される地域なんだ。で、どういった用途の建物かによって宅地地域がさらに住宅地域、商業地域、工業地域等に細分されるんだ。つまりは1行目、居住のように供される建物、戸建て住宅だったりマンション等々の敷地のように供されることが合理的と判断される地域が住宅地域じゃなくて、商業活動のように供される建物、店舗だったり事務所等々の敷地のように供されることが合理的と判断される地域が商業地域、
じゃなくて工業生産活動等のように供される建物、工場等々の敷地のように供されることが合理的と判断される地域が工業地域ですね。どういった用途の建物かによってさらに宅地地域が住宅地域、商業地域、工業地域等に分かれてくるんだということになっていきます。さらに下から2行目、さらに住宅地域、商業地域、工業地域等についてはその規模、構成の内容、機能等に応じた細分化が考える、さらなる細分化が考えられるんだということになっていきます。でそのうち住宅地域と商業地域の細分類については留意事項で具体例が挙げられています。はい、下映っていただきまして、まずは住宅地域の細分類ですね、4つ例が挙げられています。まず丸1から見てください。敷地が広く外部各地が整然とし、植生眺望景観等が優れ、建築の施工の質の高い建物が連帯し良好な近隣環境を形成すると、居住環境の極めて良好な地域で従来から名声の高い住宅地域となっています。敷地が広く街並みが整然とし、街路樹等々植生が優れ、さらに眺望景観にも優れていて、立派な建物が連単立ち並んでいて、居住環境の極めて良好な従来から長通った、これ横見出しコメント欄、いわゆる有料高級住宅地域が丸一ということになってきます。続いて丸二、敷地の規模や建築の施工の質が標準的な住宅を中心として形成される居住環境の良好な住宅地域、まあ標準的な普通の住宅地域が丸二ということになってきます。丸三、比較的強調な戸建て住宅部、共同住宅が密集する住宅地域、または住宅を主として店舗、事務所、商工場等が混在する住宅地域となっています。まあ、小さい狭い家が密集する長屋的な住宅地域が前半で、後半は住宅地域を主としていて他の用途ですね、店舗を建てる事務所、商工場等々が混在する、これ住宅を主としていれば他の用途が混ざっていても、これ住宅地域の細分類となってくるんだということになります。で丸四、都市の通勤圏の内外に関わらず在来の農家住宅等を主とする集落地域、及び市街地的形態を形成するに至らない住宅地域です。前半が農家集落地域で、後半が家がポツリポツリとしかないような、そういった住宅地域が後半ということになっていきます。でこの4つの細分類の中で他の省との関わりの中で、ぜひイメージを持っていただきたいのがこの丸1ですね。丸1、いわゆる有料高級住宅地域はですね、他の省と関連していきますので、とイメージ持てるようにしておいてください。で続いて今度商業地域の細分類です。まず他の省との関連でイメージを持っていただきたいのが、このまず丸1、高度商業地域ですね。イメージ持てるように、本文、高度商業地域は例えば大都市東京23区政令指定都市と後島副都心にあって、広域的商圏を有し、比較的大規模な中高層の店舗事務所等が高密度に集積している地域を言うんだということになってきます。都心等々にあって比較的大規模な中高層の店舗事務所が密集している商業地域が高度商業地域ということになってきます。この高度商業地域、さらに3つに細分類されまして、まず1つ目が下から3つ目、一般高度商業地域です。本文、主として繁華性、収益性等が極めて高い店舗が高度に集積している地域、店舗メインの高度商業地域は一般高度商業地域です。東京ですと銀座が代表例、大阪ですと心斎橋とか分かりやすい例ということになってきます。で21ページ、高度商業地域の細分に2つ目、業務高度商業地域です。本文、主として行政機関、企業、金融機関等の事務所が高度に集積している地域です。事務所メインの高度商業地域が業務高度商業地域です。東京ですと丸の内、大阪ですと淀屋橋とかが分かりやすい例ということになってきます。で3つ目、高度商業地域の細分類、複合高度商業地域、店舗と事務所が複合して高度に集積している地域が複合高度商業地域、東京ですとそうですね、表参道とか大阪ですと梅田とかが、まあ、具体例ということになってきます。続いて商業地域の細分類、イメージを持っていただきたいのは、では22ページ丸4、近隣商業地域ですね。こちらにちょっとイメージ持てるようにしておいてください。22ページ上、近隣商業地域ですね、イメージ持てるように。本文、主として近隣の居住者に対する日用品等の販売を行う店舗等が連帯している地域、近所の商店街、そういったイメージが近隣商業地域ということになっていきます。はい、下説明文見てください。近隣商業地域は都市計画で定められている近隣商業地域と必ずしも一致するわけではないんだということです。はい、今読んだところをマークをしてください。都市計画で定められている近隣商業地域と必ずしも一致するわけではなく、というところをマークをしてください。
行政法規の方で計画的なまちづくりのための法律、都市計画法という法律もあります。その中で行政サイドがこの地域はこういった用途使い方をしてほしいという形で、用途地域というのを定めます。その一つとして同じ名称のこの、ね、近隣商業地域という名称が出てきます。じゃあ名称同じなんだからこの地域の種別としての近隣商業地域と常に一致するかというと立場が違うんだということです。計画的なまちづくりのために行政サイドが判断する用途地域としての近隣商業地域と適切な鑑定評価を求めるために不動産鑑定士が判断する地域の種別としての近隣商業地域立場が違うので名称同じであったとしても必ずしも一致するわけではないんだということになってきます。はい、続いてイメージを持っていただきたいのは丸5ですね。郊外路線商業地域ということになってきます。本文、都市の郊外の幹線道路、国道、都道府県道、道等沿いにおいて、店舗や営業所等が連帯している地域が郊外路線商業地域です。つまり郊外の大きな通り沿いにした具体例、ファミレスだったり自動車販売店だったり大きな本屋さん等とか立ち並んでいる、まあ、車で行くようなそういった商業地域がありますよね。それがズバリ郊外路線商業地域ということになってきます。はい、で再分類も含めてこの、まず宅地地域ですね。大きな分類としての、ね、宅地地域一通り確認しますので残り大きな分類であります農地地域と林地地域確認していきます。すぐ下見てください。農地地域というのはね、ズバリ耕作耕すことが合理的と判断される地域は農地地域で、一方林地地域というのは牧畜、要は、ね、樹木等々を育てる生育育てることが合理的と不動産鑑定士が判断した地域が林地地域ということになっていきます。まあ、農地地域林地域の軽くで大丈夫です。で地域は固定的なものだけど常に変化しています。じゃあ変化している地域の種別はどのように判定するかというと23ページ移ってください。はい、転換または移行される地域という概念が出てきます。で基準、なお宅地地域、農地地域、林地域等の相互間においてある種別の地域から他の種別の地域へと転換する地域、ここまでが前半一つ目の地域です。および宅地地域、農地域等のうちにあって細分されたある種別の地域からその地域の他の細分された地域へと移行する地域があることに留意すべきであるとなっています。じゃあマーカーしてください。1行目相互間において、2行目転換というところ、対比的に色を変えていただいて、3行目うちにあって、4行目以降ですね、うちにあって以降ですね、対比的にマークをしてください。これ階層の違いを表しています。まず前半、宅地地域、農地地域、林地、大分類間の間、相互間において用途が変化している地域のことを転換したる地域と言います。じゃなくて宅地地域、農地地域、大分類間の内にあって、内側にあって細分類間で用途が変化している地域のことを移行したる地域というんだということになっていきます。これ階層の違いを表しています。下の図のところ、これ一つの例なんですけど、誰から大分類間であります農地地域から宅地地域と大分類間の間、相互間において用途が変化している地域のことを転換しつつある地域と言いまして、そうじゃなくて大分類であります宅地地域のうちにあって細分された、例えば住宅地域から商業地域へと用途が変化している地域のことをこれ移行しつつある地域というんだということになっていきます。階層の違いをこれ表しているんだということになってきます。でこのペアですよね、相互間において転換、うちにあっていこうですね、当然これたすきがけの誤りの足が出されたりします。例えば相互間においていこうとかなったりですね。で紛らしいものは、全てを覚えようとするとどちらか一つを固めるということです。で後半うちにあっていこうなので、ちょっと語呂合わせ的にこう、ね、おうちに行こう、うちに行こうという形で一つですね、まず固めるようにしてください。うちにあっていこうなので、おうちに行こうで、うちに行こうという形で一つですね、固めるようにしてください。はい、以上ですね。まずは不動産の種別ですね。大きく地域の種別と土地の種別に分かれてくるんですけど、まずね、地域の種別ですね、一通り確認することができました。じゃあ一旦ここで切っておきます。以上をもちまして第2類特攻技の方を終了いたします。